いいよね。空き地残ったら元。うん、めんどくさい。ガン。下がりすぎんなよ。見てねえんだから俺。およそ200メートル先、右方向です。まもなく右方向です。その先、右方向です。はい、ということでね、はい、江東区夢の島でしたね。右方向です。安全運転をお願いします。第五福竜丸を見てきました。意外とでかかったですね。あれ、遠かった。え、遠いの？遠くなかった。あ、領収書どこだ。あった。300円。紙幣にしとけ。あれ、紙幣どこだ？あ、ここだ。領収書のご利用ありがとうございました。領収書お返しください。お札のとこってどこだよ。え、右方向です。お札のとこってどこ。ここでいい。このここでお札入ってねえじゃん。入ってないよ。だから下ろさない。は、え、全然ないの今。うん、よくそれでこれ出てきたね今。え、どこで下ろすのじゃ。え、だコンビニで。どこの。え、だってで、一回戻っ…は？え、もうここから先どこのコンビニ読んの？聞いてる？ここから先どこのコンビニ読んの？口開けてるけどさ。都内だって分かってて来てるよね今。うん、なんであそこの新木場で寄ればいいものを。Thank you.
ください。必要になったことに気がついた。
およそ300メートル先、境川を左方向です。踏み方せ、俺押せんだよ。どこだ、曲がんの。次の信号だよ。まもなく境川を左方向です。反応鈍いよね、あなた見てると。俺に言われてから初めてだよ。もう東京、あ、ま、前近いてるって気がついた瞬間にもう出すの。で、出してから後ろの様子を伺っていければいけばいいだけの話だよ。聞いてる？初めて本部行った時も、詰まってなかった。まあまあ。たまにあるでしょ。ダメだこの先で。左？この前で左に行けってなってる工事中で。だって運転。運転だけの話じゃないよ。頭の切り替えが遅いんだもんだって。
さっき難しいじゃない。およそ300メートル先右方向です。下にも行ってここは行ってもよかった。あれ、あ、こうだってここで右折で、こう右折れんの、あれ、あ、違う、右折れんじゃないじゃん。信号が300メートル先に見えるんだったら、こんなに ないか、もっとあのでかい、てかそんな空いてるかだよね。空いてなかったら、あと探しな。ちょっともう俺一人だけ降りてあなたくるふふふ、そんなわざわざ使えない。もうどこでもあるんだ、車止まってる手前じゃない、柵だよね。車止まってる先っていっぱい止まってるから分かんないけど、わかんねえんだから、もう説明のしようがねえんだって俺も。タイムズは、あ、右側にあるね。まもなく目的地付近です。あれ、マンじゃない、違う、 P とか書いてあるけどね。あ、 P か、マンに見えた。 P がマンに見えるって下ネタだよね。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。こっちでもいいのかな、パーキング。ダメでしょ。え、どうやってやろう。バックだよ、こんなところ。ちょっと待って、一回ちょっと待って、一回ちょっと待って、これどうバックしよう。大丈夫かな、いけるかな。いけるよ、人さえ引かなければ。え、ごめん、止めちゃう、もう無理、私と止まってるよ、シロ。あ、止まってるとこね。あ、ここに止めたい人
いいのかな。ダメだよ、ここだって人のところだろ、完全に。第二パーキングってなってたよ。だって人の名前書いてあったじゃんよ。どうしよう。もう空いてないよね。一回戻って電車で行った方がいいんじゃないこれ。なんだそれ、お前アホか。だってさ、駐車場探すだけで。お前が遅いだけだろうよ。もう普通にお前ハザードだってバックしてればもう入れれたじゃん今よ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。なんかその前にあったり、あっちオレンジっぽい。いやだからそこにお前たどり着けんのかよ。お前ここ一通だぞ。目的地の到着予想時刻頃の天気は晴れ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。ハザードついてる？ついてない。目的地の到着予想時刻頃の天気は晴れ。バックすればよかったんじゃないの？どうしよう、左なの違うよ。これどこ走ってる今？左だよ。右方向で。右だって。あそこ駐車場ある。さっきのとこだよ。そのマンだよそこは。え違う。あさ、え、そこマン？マンだよ。さっきそこの目の前に通ってきたんだよ。いやまた左曲がって。そうだよ。左？だそうだっつの。左方向です。左曲がって、でどこだけ曲がったの？あのトラックの。まもなく左方向です。その先左方向です。この先だけ曲がったの、さっき。来ちゃったよ、位置で。左入れんのか、この人。頭の回転が鈍いとこうなるんだね。まもなく左方向です。その先目的地付近です。先だよね、まだ。違うパーキング検索してるからね、ちゃんと。うん。
まもなく目的地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。まだもうちょっと前に出ろ。もうちょっと。オッケー。あれ、あと切って自分で。はい。危ない危ない。本当ですかこれ。あれ？どうなってんの？なんもういいや。知らねえ。ぶつかった。知らねえもう。ちょっとで見てよひど。何？やったかね、本当に。